アメリカのトランプ大統領の陣営は2日ブルームバーグ通信に対して来年の大統領選挙に関する行事への取材を認めない方針であることを明らかにしました創業者のブルームバーグ氏が民主党候補者の指名争いに出馬表明したことに伴う報道方針への対抗措置としています。ブルーームバーグ通信は 創業者を含む民主党候補者の身辺などに関する調査報道は行わないと宣言していますがトランプ政権に関する報道はこれまで通り続けると表明していますこうした対応についてトランプ陣営は声明で偏見を持っていると公に宣言したと批判していて今後ブルームバーグ通信の問い合わせへの回答には状況に応じて対応するとしています 一方、ブルームバーグ通信は偏見との非難は真実とはかけ離れていると反論しました。